スターティングクライアントか。ああ。ちょっと待ちだね。ああ、寝た？サボさん。いや、もう8時間ぐらい寝ました。あ、よう寝たね。おお。いや、朝になってから寝るとさ、なんか寝れなくない？全然寝れる人？え、寝てないですか？いや、俺、寝るけど、なんかそんな何時間も寝れんよ。ああ、マジっすか？うん。ロードが、あ、大丈夫かな？よしよし。いや、これ重いな。重いっすか？あ、前からこんなんだったっけな。結構グラフィックは軽いと思うんですよ。ほんと。おーおーおお。やば。サバオさんどこいんの？うわぁ。サバオしっかりしろサバオ。あれ浮田さんもゲーム始まってます？え、いや今ね、赤い人がね、俺の息子をね、なんか抱いてる。あー、俺それスキップしちゃいました。あ、マジで？あああれでも昔見た時こんな真っ赤じゃなかったけどな。あれ誰かに連れ去られる。うへぇ。え、サバさんもう出てんの？大きな小僧っすよね。ま、マジで、ちょ、待って待って、ちょっと欲しい、ちょっととりあえず食い物とかいろいろ。あ、食った、あ、食ったのかこれ。あ、取るんじゃねえね、食うんだ。え、待って待って、この辺の確か旅行バッグとか何日か待てばまたリスするというか、うん、あ、そうなんだ、開けられるようになるんで。はい、え、なんか鍵がないととか、なんか、なんかで壊さないととかじゃなかったっけ？覚えてないけど、そこのシーキャビンアテンダントのやつがなんか斧刺さってません？うん、と、ある、刺さってる刺さってる。それで適当に殴りまくるっていう。なるほど。取れそうなもん全部取っとこう。え？どれどれ、これか。あれ？お、壊れた。よしよし。あれ？すぐ近くに海ありますよ。あ、ほんと？あ、これ毎回ランダムなん？あ、ランダムですよ。あ、そうなんだ。落ちる場所は、はい。あ、サバさんどこ行った？そうっすね。あれ、てかこれ、頭の上に名前表示されるはずなんだけどな。あ、そうなんだ。名前出てないね。今後だからかな。なんかコーチみたいなんだけど、サバさん。あ、確かにコーチみたいなやついます。お、開いた。よし。じゃあちょっと、どうしよう、海行く？あ、これ何？ FF あんの？あ、どうだろう。ないと思いますよ。ほんと？じゃあちょっと動かないで。はっ！すげえよろけたけど、すげえよろけたけど。いや、ダメージはないですね。あ、ないんだ。よしよし。サメがいるんだけど。マジで。サメ？あ、ほんとだ。フカヒレ取れんの？取れますよ。お。あ、もう取れんのか。なんか昔罠とか作って、なんかウサギとか取った記憶あるな。あれ？ああ、お、斧じゃなくなった、石になった。あれ、斧は B だっけ。あ、あ、なんか多分小石拾ったんじゃないですか。ああ、なるほどね。なんかヤッキに多いな、取れるもん。
あ、は。うん。じゃあ行くか。お、これ最初どうすんの？とりあえずやっぱ家作んな。そうっすね。あそこの。あ、亀がいる。船行きましょうか、一回。オッケー。待って、カメも殺せんのこれ。え、殺せんじゃないですか、多分。マジで。これ動物愛護団体から文句言われそうなゲームだね。やってますよ。なんか攻撃できないくせんだけど。めっちゃ逃げようとしてる。は、ほら。お、あ。あ。でも亀の甲羅って確か結構使う。いや、これ、なかなか、やば。これ、絵的にやばいね。でも今ちょっと亀の甲羅取れたと思うんですけど。うん。亀の甲羅確か使いますよ。ほんと？盾とかに使えるのかな？なんか水を溜めるやつに使えた気がします、ね。あ、もう泳いでる。あ、船に行くのね。はい。なんか泳ぐとかあんの？あ、潜れる。泳げますよ。久々にやるから全然思い出せんわ。あ、俺も結構久々なんですけど。あ、そうなん。おお。え、これ船の上いたらさ、人食い人種絶対襲ってこないんじゃないの？なんかいろいろありますよ。いや、いいね、いいね。あ、これいいじゃん。すごい、ここ。なんで頭蓋骨があんのよ、これ。これさ、え、この船大丈夫なの？頭蓋骨が鍋の上乗ってんだけど。食えんのかな、これ。え、頭蓋骨？いや、持ってけるだけですね。なるほど。持ってけるもの持ってきましょう。あ、オッケーオッケー。なんか、すごーい。音がでけえのかな。ちょっと音下げるわ。ちょっと待って、あれ、これ音量ってどこでいじんの？音量？ちょっと待って。あれ？これキャンセルして、グラフィック。ゲームプレイの下の方にオーディオありますよ。あった。ちょっと下げるか。こんぐらいにしてみるかな。よっしゃ。ちょっともらえそうなもん全部もらっていこう。いや、死んでるし、これ。これ死体か。うわー。やば。これ、サバオさんさ、ここで住むとかできないの？これ、確かにできんのかな。できんじゃないですか、多分。確かこのゲーム、雨とかに濡れてもなんか体温下がったりしたよね。あ、そうでしたっけ？あ、違ったっけ？なんか雨に濡れてうんぬんだから、なんか屋根付きの家を建てないとかなんかあったと思ったんだけど。あー、あったっけな。わかんない、もう昔の、最初の頃に買ったから俺、なんかもう変わってんのかもしれない、今。俺はわかんないです、それ。最近はないのかもしれない。オッケーオッケー。おー、作れるもんたくさんあるな。お。え、サバオさん最後にやったのいつ？まあ、2、3ヶ月前ですかね。あ、じゃあ結構まだ最近だ。俺もだ、多分これ出た当初だから、かなり昔。あ、マジっすか？うん、ほんと出て最初の頃に買ったから。じゃあ、ちょっと待ってね。どうすればいいんだこれ。あ、なんかさ、自分の持ち物ってどこで見るんだっけ？愛だっけ？愛ですね。あったあった。あ、たくさんあるね、持ってるもん。オッケーオッケー。これ装備するのはどう、なんだったっけ？装備は、うん。あの、愛開いて、うん。左クリックですね、装備したいものを。あ、なるほど。お、本当だ。オッケー。で、マッチは何ボタンだっけ？それそれ、マッチ。あ、ライター、ライター。L ですね。L か。本当だ。
あと携帯もあったよね、確か。トランシーバーじゃなくて携帯みたいな。あ、トランシーバーだっけ、あれ。ゲーム内 VC みたいなもんですね。あ、これゲーム内 VC なんだ。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ、行きますか。そうっすね。もう、これ優先的には何？食料の確保が優先？それともまず家とかの確保？家じゃないですかね。オッケーオッケー。待って待って、早い早い、サバ押し。あ、すみません。オッケー。家はあれだよね、確かなんか木を切ってうんぬんみたいなあったよね、丸太で。そうそうそう。あれ、これこんなんだったっけ。お、切れる切れる。イエス。どこに家建てる。そういえば俺決めてなかったけど、この辺。そうですね。オッケー。この辺だとそのまあ死んでも飛行機から多分ミスすると思うんで。ああなるほど。こうすぐ帰れるっていうメリットが。オッケー。どこら辺建てる。もうこのアップ船近くぐらいにしとく。この辺。そうですね。もういいんじゃないですか、今いるところら辺で。オッケー。ちょっと待ってよ。一旦落として、作るのってどうなんだっけ？E 押して。B 押して、家だよね。家、家。何作る？やっぱログキャビン作る？何ですか、それ。なんかログハウスみたいな。ね。あ、じゃあそれ作りますか。OK。よし。じゃあちょっとさっきの丸太運ぼう。じゃあ一生懸命あれだね、木を切らにあかんね、これ。そうっすね。木こり動画になりそう。最初は結構こんな感じです。これ倒れてくる木にダメージ判定ある？ないと思います。オッケー。得意人種ってあれ、俺がやってた頃はさ、なんか夜になったら結構な人数でなんかゾロゾロ歩いてたりしたんだけど、そうでもない。ああ、昼にも来ますよあいつら。昼に動くの？あ、そうなんだ。はい、普通に。なんかね、俺やった時はね、夜になんか団体ですげえ歩いてて、なんかビクビクしながら歩いてたんだけど俺。あ、そうでもないんだ今。だ、結構このゲームよく仕組みが分かんないっていうか謎が多いから。うん、うん。あいつらが避難で来るのかとかよく分かってないんですよね。やっぱあれじゃない、俺たちの縄張りに入ってきたみたいな。そんな感じだと思いますね。やっぱりそう。俺やってた時さ、なかなかひどくて、あのなんかね、こう家を作ってたんだけど、うんうん、あの家の中をなんかすり抜けて入ってくんだよね。なんすかそれ。えっと思ってさ、なんか家の中隠れてれば安全だろうと思ったら、なんかすり抜けて、そのなんか姿は見えないけど腕だけなんか壁越しに攻撃してくるとかあって、超怖かった。おお、これはこの動画にするとしたらタイトルなんだろうね。なんだろう。サバオとジャングル生活かな。大丈夫、まだ風邪治ってないんじゃない。あ、まあでも大丈夫ですか、いつもこんな感じ。あ、そう。最近結構マシな方ですよこれで。マジで。え、もともと喘息持ちとか。いや、全然そんなことないですよ。あ、そうなんだ。あ、これ腹減ってきたらスタミナも減るんだ。これ最大値が決まってんだ、腹とかと。あ、そうですね。それで作業効率落ちるから、あ、満腹にできるんですか。飯とか食わにゃあかんと。飲み物はさ、なんかあったけど、食い物って、何これ、肉焼けってこと？さっきなんか亀の肉とか持ってませんでした、ね、あったあった。あ、あれまず作ってみたいな感じか。多分焼いてって感じですね、それを。あれ焼くの、なんかあれ、キャンプファイヤーだよね。そうですね、さっきと同じに B でキャンプファイヤー探して。うん、待って待って、なんか聞こえた。いた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 、いるぞ、なんか。いる。見つかる前に殺せ。
どこ行った、どこ行った、いや、わかんないわかんない、うわやばいやばいやばい、オーナーより石の方が強いですよ。マジで石逃げる逃げる、あいつ逃げる、後ろにもいますよ。え、嘘やばいでしょ、ほらめっちゃ見てる、怖っ。さあ戦利品を持って帰ろう。こいつ逃げていくわ。あいつでもあれだよ、確かなんか俺がやってた頃は確かね、逃がすとさ仲間を連れてやってくるみたいなのあったな。ああ、ありますね、あるよね。これ18禁動画になりそう。YouTube って18禁動画見てあったよね、多分。閲覧注意とかになるのかな、タイトルに。まあでもこのゲームの実況動画上げてる人結構いるし、大丈夫なんじゃないですかね。本当か？わかんないですけど。これやばすぎるでしょ。あどう見てもこのゲーム残酷な人殺し、人殺しゲームしか見えない。あ、足とかは持てるけど体は持てんのか。あ、昔なんか内臓とか持てなかったっけな。そう、顔が取れますね。ね、まあいいや、胴体だけ残しておこう。でそうそう、キャンプファイヤー作んないとって話だ俺。そうそうそう、 B をして、キャンプファイヤー、葉っぱ、あ、そうか、葉っぱとか丸太とかいいのか。これがいいな。これこの辺に置いて。お、木の棒必要。木の棒が必要。俺がいくつか持っていくから。あ、ほんと？だから俺葉っぱとか取ればいいの。葉っぱとかってどうすんのこれ。葉っぱはなんかそこら辺の。うん。なんか草とか殴ったら手に入ると思いますよ。オッケーオッケこれ夜になるんだけども、早くない？ちょっとちょっと、これ夜怖いじゃん。いいなこれこいつ結構肩強えな、こんな石遠くに投げれんだ俺がなんかやってた時確かね、その縄張りとかがすげえあって、人食い人種ので、その辺の縄張りに入るとなんかね、あの人間の首とかでできたオブジェみたいなのがあって、確かそう、それを壊すとうんぬみたいなのがあった気がするな。そうっすね、あるよね、あいつらの縄張りとかありますよ、やっぱり。あ、やべ、これ解体しちゃった、ごめん。ないっすよ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかそう、人の死体を使って作ったオブジェで、なんかあいつらがなんか寄ってこなくなるみたいなのもなんかあった気がするんだよね。まあいいや。ああ、なんか。あ、あるよね、そういうの。木の枝に、あの、あいつらの体をぶさして。あ、そう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 。燃やすやつですよね。そうそうそう。あ、これだ、こうだ。あ、草が足んない。ないな、あれこれ足りてんのかな。あ、じゃあまだ石とあれが足んないんだ。オッケーオッケー、あと木の棒が1本足んない。よしよし、木の棒とか入れてきますよ。ん、ある、サンキュー、やったぜ。お、ついたで RR で火を足せと。あ、違うわ、あ、何燃やすかか、肉、肉全部焼いとこう。これ何、ほっとったら勝手に焼けて、焼けすぎたらうんぬんとかある？うん、焦げますね。焦げんだ、マジかよ。じゃあ見てねえとダメじゃん。これもう焼けてるとかなんかわかんのかな。なんか食べるマークになると思ったよ。あ、マジで？あ、ほんとだ、
え、何これ、持っとく、焼いたの持っとくことでできないんだ。あ、できないですね、それその場で食う件。マジかよ、それやべえ、はい、もったいねえから、こうサバをむこう、サバをも。やったー、思ったけど俺腹いっぱいだな、マジで。もうね、あの亀の肉全部焼いちゃったわ。まあ、結構肉その辺で手に入るから。あ、ほんと大丈夫ですかね。マジで、あ、そうなんだ。動物たくさんいると思いますよ。なんか絶滅したりしないんだ、取りすぎて。さすがにスポーンするんじゃないですか、その辺。ま、なるほどね。いや、マジ怖い。この、なんか、この夜のさ、なんか、ちょっと恐怖感あるよね。うん。そうでもない。いや、でも、来ないですね、なんか、何にも。まあまあ、その。もっと来ると思ったけど。マジで、ちょっと、俺、まだまだ、始めたばっかりなんで、やめてください、そんなの。あれが、おりゃ。30個ぐらいか。30個、お。これカンカンやってたら音であいつら寄ったり、寄ってきたりしないんかね。ああ、どうだろう。するのかな。わからん。わからない。俺もわからない。よし。飲み物はこれどうすんの？川から水汲むとかになるの？最終的には。川で水飲むか。うん。うん、まあその辺に残ってるジュース拾って飲む方だと思います。なるほどね。あとさっきのなんか亀の甲羅で、うん、水貯めておけるアイテムがあったんですよね。ああそうか、なんか言って、うわ、びっくりした。なになになに、え、雷、うん、雷、びっくりした今。あ、いや、木が倒れてきて食らったんじゃない、わかんないけど。え、あ、ダメージ食らいました今。なんか体力半分くらいになったよ俺。え、マジ体力もう半分ですよ俺。体力これどうやって回復するんだろう。あ、そうそう、俺もそれ知りたい。多分空腹状態じゃなくてこの、うん、はい、なんだ、食料と水分が溜まってれば勝手に回復していく系のやつなのかな。あ、本当？なら大丈夫か。でもすぐ回復できるアイテムはあったはず。これさ、途中でなんかライターの火が消えてさ、カチカチやるのすげえリアルなんだけど、いいな、この演出。え、これ途中で火がつかなくなるとかあんの、ライター。このライターは、多分ずっと使いますよ。あー、すごい、使えなくなったことはないですね。オッケー。怖っ。これもなんかね、こんだけ暗いとさ、もうサバオか、なんか人食い人種かわかんないんだけど、いても明らかに動きが素早いからな。あ、マジでこれ家作ったら入ってこないよね、あいつら。入ってくんのかな。家壊すとかある。あ、壊してきますよ。マジで、いや怖、まあ、周りにトラップとかいろいろ仕掛けて。オッケー、いきなり半分食らうってことは倒木のダメージとかあるのかな。怖くなってきた。多分あると思う。なんかすげえ怖い。え、何これ、この辺の草食えんのこれ。え、草食えないんじゃないですか、ね、なんかパックマンマークついてるよ草に。ああ、なんかこれ毒のあるやつをないやつで当てた。なるほどね。あれ？やばい、めっちゃどんどん乾いてる。マジで。ジュース飲め、ジュース。なんかあった気がする。あったよね。あ、ありました。これアイテムの受け渡しとかってできんの？そういえば。で、俺思ったんですよね。
ないのに厳しそう。それ俺も思ったんですけど、なんか落とす系のボタンがないじゃないですか、そのドロップとか。あ、そういえばなんか、あ、どうなんだろう、持ってる状態で授与したらドロップあったけど。あ、確かにね。これ走ったらより早くスタミナ消費とかあるのかな。あれスタミナってないのか。あ、そっか、スタミナないのかな、この。あ、そうなんだ。あ、あるわ、ありますね。ある。あとね、14個かな。あ、あれですか、家作るの。うん、結構早くに家作れそう。マジ人食い人種に会いたくね。なんかほんとやってた時はさ、もう人食い人種めっちゃいたから、なんかもうひたすらね、メタルギアソリッドみたいに隠れながらね、なんか生活したもん。結構キリないですよね、やってると。だよね、そう、一人倒したらなんか仲間連れて帰ってくるから、マジ怖かった。強い武器がないと。強い武器って、なんか刀とかあるんですよ。あ、そう、作るの、それは。あいつらの縄張りに確か あるらしいんですけど。マジで殺して、あ、びっくりした、サボか。いや、怖すぎるでしょこれ。いやあと7個だ。本当？もう。お、倒れる。いや、見えねえ見えねえ。どっちだ？あっちか。よし。ここら辺の木はあれなんだっけ？スポーンしないんだっけ？あー。え、木って有限なのかな？なんか俺やってた時はスポーンしなくて、なんかどんどん山が、あの、丸ハゲ状態みたいになってたけど。確かに俺もなんかこの半分だから、霧をつかれた状態の木がなんか治るの見たことないかもしれない。やっぱり。じゃああれなんかね。完成してるじゃん。完成した。ちょっと置いとこう、この辺に。これまたなんか作るの使うでしょ。じゃあ一回寝ますか。あ、これ寝るとかあんの。え、待って、これ作ったら寝ますよ。どうやって開けんのこれ、ドア。多分普通に突進。あ、本当だ、突進だ。突進で入ってくる。で、寝る。あ、Z? Z C でこれ何保存セーブだと思います。セーブしとこう。で、じゃあ Z 寝まーす。おやすみ、サバオ。おやすみなさい。起きた、早っ。お、もうライトなんかな。あ、すいません、ちょっとお手洗い行ってきます。あ、はい、行ってらっしゃい。何作ろうかな、じゃあ。んー、スモールキャビン。あ、ログホルダーとかある、いいね。木がいるのか。なんかいた？なんかいた？大丈夫か？木が欲しい、木が。これか？お。あと4個。
しよし、いいぞ。よし。あ、すいません、戻りました。あ、おかえり。ちょっといなんかあのログホルダーを今作ってる俺。ログホルダー。なんかその丸太を保存できる。そうそうそう。なんか余ってた丸太あったからさ、保存しとくかなって。あれ、あ、丸太なくなった？あ、今俺入れときました。あ、本当？あ、サンキュー。何個ぐらい入るんだろうこれ。今2個入れてこれぐらいだから、ああ、10個ぐらい。ああ、そうなん、 10個入りゃいいか。次はどうしようね。やっぱ食料問題を解決する、なんか倒しに行きますか。そうだ、あ、待って、俺まず食い物必要だ。サバ、サバをなんか肉持ってない？なんか、 なんかあるかな。俺ニンニクしかないな。に、地肉、地肉食えんのそれ。食えるけど、あんま良くないですね。なんか、恐ろしい、ね、なんか、カリバニズムを体験できるゲーム。あ、なるほどね。肉もし焼けたら教えてください。今、なんか1個焼いてますよ。あざっす。これセブンデイズみたいにさ、生肉持ってたら匂いにつられてやってくるとかあんのかな。あー、どうだろう。でも生肉持ってるっていうシーンがあんまないから。あ、そうなんだ。 あ、必要になった時に殺して取るみたいな感じ。じゃあ肉を、あ、でもどうだろう、ここまで細かくないんじゃないですかね。あ、なるほどね。9個まででした。あ、できましたよ、肉。ほんと？いただきまーす。何の肉かわかんないですけど。ちょっとやめろよ。あ、半分ぐらいか。あ、ほんて。え、ちょっと待って、これ違うか。え、これなんか肉、人間の頭部でも焼いてみるか。てか、人間の頭とか手焼いてんだけど、これどうなんの？完全にサイコパスでしょ。本当それ。あ、じゃあちょっと、あ、待って、まあ、結局さ、食い物はまだちょっと足んないんだけど、どうしようかな。飲み物はある。まあいっか、食い物は。あ、でも探しに行きます。なんかもっといると思ったんですけどね。うん、いつも俺がやってる時なんかトカゲみたいなのがその辺結構うろちょろしてて。あ、マジで？はい、そいつ殺してって感じだった。オッケー。いや、サバどこ行った？あ、いた。あー、やめてやめて。よしよし。あ、こう上に名前表示されなくなっちゃったのすごい不便だな。あー、確かに。まあ、ある意味リアルだけどね。サバをと思って近づいた人食い人種みたいなね。なんかないのかな、これ、ね。待って待って、なんか聞こえた。ウサギ？嘘？ウサギの声だった今。あ、でも普通にあいつらもいますけどね。だよね、うわーって聞こえたんだけど、いたいたいた、いるし、2体いる。あ、武器持ってない。なんか武装してるんだけど。どこ行った、あいつら。逃げた逃げた。てか村があるじゃん、あいつらの。ほんとだ。やるしかねえ。やられる前にやる。あ、逃げる逃げる、あいつら。これスコップを追いかけ回して殴れば。ほう、ナイスナイス、やれやれ、やっちまえ。よ、めっちゃ逃げられるんだけど。でしょ。ちょっと見やすいところに置いといてやろう、こいつは。これ仰向けになんないの？うつ伏せになるんだ、ずっと。まあいいや。やばいでしょこれ。いや、よくこんなゲーム作ったね。日本だったら作れんと思う、なかなか。
作れんのかな、ね、日本でも絶対法律とかなんか人権団体がとかってなんか言いそうだよね。いや、言うと思いましたよ、さすがにこれは。グランドセフトオートですらだって一時期問題になったもんね。あ、そうなんですか。うん、なんかちょっと問題になったんですよ。へえ。で、なんだったっけ、結局あのサンドレアスだったかな、あれ結局あれがサンドレアスっていうゲームがなんか日本版だけなんか1年か2年ぐらい延期になって、あー懐かしいな。そうそうそう、体力はね、そういえば回復アイテムあったわ。あ、ありました。うん、やっぱそれ取って回復できるっぽいね。お、なにこれ、あ、これ回復か。鳥は殺せねえのかな。殺せますよ。殺せる？逃げられた。でもしゃがんで近づいて、なんかいきなり、あ、そうなんだって感じで撃つまってますよね。これ、こいつらの家とか壊せんのだ。俺ら何しに来たんだっけ。あ、そう、食料取りに来たんだ。じゃあこのカラスを。おう、どれどれ。あ、なるほど。おお、さすが。なんか地面にいるところをしゃがんで近づくといい感じ。あ、了解。俺たちの家どこあったっけ。ちょ待って、家わかんなくなった俺。あ、家の方角書いてありますよ。え、家のマーク書いてありますね。 あれか、なるほどね。あ、トカゲいる。トカゲどっか行っちゃった。トカゲ川でなんか防具も作れるからいいですね。え、なに、ね、川でボート、防具ですね。防具、てかこいつ早いんだけど。え、すげえ早い。川で防具ってどういうこと？なんか川じゃないと作れんの？こいつの川と、あ、川ってそういうことね。あ、オッケーオッケー、了解です。はい、なんでもないです。あの水のある海辺的な川かと思った。あ、そういうこと。そう、川で作るってなんかあったっけ、なんかあんのかなと思った。ちょっと俺空腹です。いや、なんか焼きますか。焼きましょう。じゃあ一旦家帰る。そうですね、近い。オッケーオッケー。お、トカゲ。あ、ここに木がまだ残ってる、たくさん。焼けたら教えてください。はい、どうし。目的そういえば決まってなかったね、結局。なんかまあ息子を取り戻すみたいな話はしたけど、なんか本当に取り戻せんのかなみたいな話だよね。そうなんですよ、俺もそこまでやったことないからな。あ、まあまあ適当に。めっちゃ焦げてる。あ、ほんと焦げてんの。ああ、ほんとだ。え、でもこれ一応食うマーク出てるってことは食えんだこれ。あ、食った。何も起こんないですね。腹太った。見てくださいよこれ。あ、火つけた、間違えた。え、これ食えんの。あ、いい。え、食えなくないこれ。 R で選んで食べる。ん、あ、食える。あれ、いや、くっそまずそう。いや、これ人の顔だけは食えなさそうだけど。あら、俺亀いねえかな。亀、鳥がいる。鳥でいいや。あ、亀もいるわ。まずは鳥かな。あ、逃げられた。どれだったかな。あれ、カメ殺せねえ。これ水の中入られると。あ、殺した。
よし、サバオさんとしたの？ん？あ、これ火つけるのに毎回なんかいるのね。あ、そうですね。葉っぱを足さなきゃ、いや、どんどん弱くなってきちゃうんですよ。で、亀の肉を焼く。あ、その亀の甲羅を使って、それが水？これ多分雨水を溜めるみたいな。雨とか多分そうですね。すごい。なるほどね。こう食べれる。いただきます。え、これもう空腹満杯になってる、もしかして。だ、真ん中の湯のマークが満パンになってたっぽい。やった。いやー、ちょっとの間どうしよっかな。とりあえず亀殺して肉だけ取っとこう。トラップ作らなきゃ。あ、そうだね。怖いゲームだ。何作ろうか。トラップか。え、サバオさん何作るの、トラップ。まあ、なんかいろいろ適当に作れるやつどんどん作っていきましょう。オッケー。あ、結構いろいろ作れんだな。へー、うわ、血だらけで見づれページがある。それがあいつらの手とか足を使ってなんか、なるほど、見せつけるオブジェクト。ほう、アローとかなんかあるけどさ、これアローとかも作れんの？あ、作れますよ。スティックウィズクロス&ループみたいな、ロープか。でも布とロープと、はいはい。え、でもこれってさ、なんかこの辺、あ、作れんのかな。ちょっと待って、布4つでロープ1個作りますよ。ああ、なるほど。これ作ろうと思ったらどうやって作るの？これなんかそのなんていうの、斧とかをクリックしても作れなさそうなんだけど、右クリ、うん、あ、Iの画面で、Iの、うん、Iの画面か。あ、はいはい、Iの画面で、はい。なんかアイテムを右クリックすると真ん中のどこに何か行くと思うんですよ。あ、はいはいはい。これでどんどんアイテムを組み合って、なんかクラフトですね。多分クロス4つ真ん中にあったらロープできると思いますよ。本当できた。おお、なるほど。待って待って、これ、あ、ロープはまず取って、ちょっと戻して、あ、で、ロープ。なるほどね。あ、すごい、いろいろある。へえ、これ持てる数の上限もあるの、やっぱいろいろ石とかにしても何しても。そうですね。お、いつの間にか、あれ、サバオさんがなんかやってる。あ、なんか壁、壁作っといた方がいいかなと思って。オッケーオッケー、作ろう作ろう。なるほどね。なんかこうサバオ式サバイバル術学習させていただきます。
でもこれ結構すぐ壊されちゃうんですよね。あ、そうな。え、まあ、そんなすぐは壊されないですけど、うん、何回も投げられると壊されるんですよね。丸太結構使う割にはあれなの、じゃああんまり良くない。うん、でも、うん、これないとすぐ家壊されちゃう気がする。ああ、そうなんだ。いや、俺らここにじゃあ要塞を作るか。そうっすね。もっとトラップとか敷いて、うん、うん、まあなんかあいつらが来たらそれに誘導させて。あ、なるほど。あ、感じなのかな。あ、なんかほっといたら勝手に死んでるとかじゃなくて、なんかうまく誘導させるとか、そういう要素あんの。まあ多分、うんうん、ほっといてもまた勝手にかかってくれると思いますけど。はいはいはい。攻撃的なやつだったら普通にトラップ挟んで誘導すれば、なるほど、勝手に攻撃してきて捕まるっていう。あ、そういえばさ、なんかあの、なんかすげえ気持ち悪い化け物みたいなのいるじゃん。あれってどこにいるの？すげえたまに出てきますよ。え、なになに？すげえたまに出てきますよ、あいつら。あ、そうな。あれってなんかそこら辺、夜歩いてたら、あ、いたみたいな感じになるの？いや、なんないと思う。え？あ、そう。ただ普通に、ずっと過ごしたらたまにあいつらがやってくるみたいな。うん、マジで？あ、タコみたいなやつですよね。あ、多分そうなんかな。なんか、いや、俺見たのなんかね、足がめっちゃ生えてるようなやつ。なんかさっき、なんかあの写真を、ね、あったんだけど、船の中に。あれ。あいつめっちゃ強いっすよ。え、マジで？でも、こんな船じゃ、あ、船じゃね、こんな砦じゃダメみたいなレベル。てか、武器があったら、まあ、そこそこ戦えるんですけど。ああ、なるほどね。やはり武器か。で、武器をクラフトしないといけないやん。刀とかあったらすごい強いんですけど、うん、それも探しに行かなきゃないですからね。あれは作るんじゃなくて見つけるみたいな感じ？じゃあ刀とか武器って作るものもありますね。確かその、うん、なんだっけな、なんかでその武器をアップグレードできるんですよ。ほうほうほう。なんかそのあいつらってなんかあの辺何者なのか知らないですけど、あいつらが、うん、敵を倒すとたまに歯を落とすんですよ。歯、歯、あ、え、あの、トゥースの、うん、はんはん、うん、トゥースの、トゥースの歯、なるほどね。で、はい、うん、それをなんか武器とかにくっつけると、ほうほう、強くなるんですよね、武器が。へえ、なるほど。いや、今の面白かったのはトゥースのって言うから、俺最初トゥースって何かなと思ったもん。歯って言ってなんか伝わんねえなと思って。はいはいはい。あ、口のとか言ったら俺もなピッと来たけど、トゥースって言われて、あれなの、あの春日っていいんだよ、お笑い芸人の。ああ。あれのトゥースって歯って意味なんじゃ。あれ違う。違うんじゃないですか。なんかトゥースってなんか牙的な意味じゃなかったっけ。あ、そうなんだ。え、ファングとかじゃないの？あれ違うんだっけ。ファングか牙は。わかんない。あ、やべえ、また夜がやってくる。あ、でも夜来ても寝ればいいだけか。あ、そうですね。じゃあいい。寝ます？まだ大丈夫か。まだ大丈夫じゃない。ほんと暗くなったら寝よ。サバオと同金だな。あ、これなんかいろいろできるんだ。あ、暗い。ライターよし。丸太まだあるな。あ、結構暗くなってきたから寝る、そろそろ。そうですね、確かこれなんかに向かってると寝れないとかあった気がする。え、何があると？なんか敵に見つかってるととか。ああ、なるほどね。寝ましょう。C ボタンセーブして寝る。あ、寝れない。なんだこれ。あ、これまだゲージが溜まってないからまだ寝る時間じゃねえよみたいな。あ、そういうことなんだかな。寝れなかった。いや、もう寝る時間な気がするんだけど、完全に。確かに。いや、俺ら大人だからまだ良い子の寝る時間だけど、俺ら寝る時間じゃないんだよ。なるほど。まあ10時ぐらいってことだ。良い子は10時もう寝るんじゃない？まだ8時ぐらいなんじゃない？あ、なるほど。夕飯の時間だ。そう、夕飯の時間だよ。
消えた。ライターついてくれ。よし、待って、聞こえた、やべえ音が、やべえやべえ、聞こえた、なんかサバをサバを、いる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 、結構いるぞこれ、なんか、おそんな気がする、お怖い、俺は逃げるぞ。じゃあ穴サバを、いやまじ、あ、でなんかいるんじゃねこれ、ちょいるしいるし、いやいるぞこれ、1体じゃ2体じゃねえぞ多分、ちょやばい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 、これはやばい、襲撃に来た。やばいでしょこれ。あ、丸太を壊しちゃった。え、あ、いいよいいよ別に。あ、まだ聞こえる、いるいるいる、どこだ、どこ行った、どこ行った、あいつ、あ、いるいるいる、目の前いる、殺す、おらやれやれ。いやー、最悪な夜だぜ。めっちゃタコゾンビ強いじゃん。ね、ちょっと L4D とは違うわ。え、まだまだいるぞ、声聞こえた今。いっぱい来ましたね、夜になったら急に。あ、どこいる？おー、そっちか。まだ子供、体力なくなるとダウンするんですけど、うん、もうなんか助ける時間があるんで。なるほど、ちょっと2対1卑怯じゃない、ちょっとこいつら、ちょっとそれダメですよ、ダメ、ちょっと待って、3体いる、おめえこの野郎、あ、ライターが。どこ行った、どこ行った、あいつ逃げたな、1人、よし、いや、いや、ダウンするんだ、体力ゼロになったら死なないってこと、まだすぐには。そうっすね、助けてもらえる、オッケー。ちょ、どこ行った、どこ行った、一人になったからめっちゃ逃げれたと思う。あ、オッケーオッケー、よし。いやー、やばかったな。なんとか、うん、なんとか行きたい。ちょっとこいつらの死体集めてオブジェクト作ろうっと。いやマジこれ怖いでしょ。場所がないから家に保管するっていう。ああ、いいね、一旦家に保管するか。やばい家でしょ、単純に。これさ、どっちが人食い人種なのか分かんないレベルなんだけど。これやばいですよ、このお寺。やば、家の中に死体がたくさん、そうそうそう、怖いや。これさっき言ってたまさにサイコパスだわ、この家。もうちょっと死体あったよね、どっか。今5体いますね。5体、もっといたと思うんだよね。もう死んだかな、全部。でもなんかもっといましたよね。ね、まあまあいいや。よし、とりあえずね、一旦録画、ここの辺で区切るかな。あ、了解です。はい。